田中明宏は、日本中央競馬会立東トレーニングセンターに、所属していた、調教師。ジップは、田中良平元調教師、またうじには、元騎手の高尾武氏がいる。1977年に、ジップの良平厩舎所属の休務員となり、その後調教助手を経て1991年に、調教師免許取得。翌92年に厩舎を開業した。 2016年7月24日9時23分、入院先の市外科大学医学部付属病院で成拠。去年62、詳しい因は公表されていない。ジップ同様現役の調教師のまま成拠という形になった。また管理していた20馬房、及び競争馬38頭は、翌7月25日付でかつて田中のもとで調教助手として活動していた。 おとなし秀でたかに臨時貸し付けの形として、さらに同年9月20日までの期間限定で、天馬屋となった。太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ABCDEFGH、田中明広町教師が死去 JRA 通算342章。日刊スポーツ。 h t t p p n i k k a n s p o o r t s c o m g o k u m a n e w s a r t i c l e z p l t o p i c i d 1 i d 1 6 8万 3856&.year="2016&.momes="7&.day="242016 年7月25日。閲覧。 abc 田中昭弘調教師が死去62歳3系スポーツ h t t p レースサンスポー .com 競馬ニュース2016万724エトセトラ16兆724億1620万 2n1 html 2016年7月24日閲覧不法田中昭弘調教師正居日本中央競馬会 2016年7月24日閲覧。田中昭弘長教師の成居に伴う臨時貸付について、日経ラジオ社、http://keiba.radionikkei.jp//keiba/.post9385html2016 年7月25日閲覧。 寺島領調教師、9月21日に、新規開業へ。日経ラジオ社、http://keiba.radionikkei.jp/.keiba スラッシュポスト 9638HTML2016 年8月26日、閲覧。ありがとうございます。